からのチェック、秋田が高い位置で奪って、さあ沖野中を見て、ニアには林、ファーには茂がいる、決めた林、ニアで林が決めました。今のシーンです。沖野のクロスはニアで林が合わせました。まだある、黒川広げて、川崎ミドルシュート、入った、同点。角度をつけて右に預けて、クロスは上げられない、松岡入れてきたボール、すらしたシュート、前残りをしていた川島にこの低めのクロスがピタリとつきました。小回りの効いたターンをして吉村、早めに入れたクロス、ヘッド、同点。最後は吉田優希、ここは川島と浅田の間に吉田優希が立っていました。吉村から縦、さあいい形で抜けていった、フルバック、シュート、後半立ち上がりゲームが動きました。左足で低いボール、パンチングシュート、決まりました。ゴールキーパー阿部、キャッチングはできず、バングルしたところ奥に入れて、起点を使って姫野の左足、お、まだこぼれている、シュートを打ってきた、ボックス内にこぼれてきたボール、これでクロスバーに当たって矢沢の目、直接行くか、松本投げ、直接行った、どうなるでしょうか、星がふわっと浮かしてきて、立花拾ったのは久保田、久保田からもう一度ふわっと浮かして斉藤の前、後ろから清原、最後の最後、両チーム集中しているコーナーキック、どうだ、ちょっとルーズになって入った、しましたセレッソ、そして決め切りました相模原、斉藤が最後ふわっと触ったボールがそのままゴールに吸い込まれていきました。開いていく高橋、足元与えて、中原利き足は左、切り返して、そのまま振り切った、利き足の左を振り抜きました、はセンターフォワード高橋俊樹、熊本2点目、2人と話した大木武監督、落ち着いて高橋俊樹でカウンターの形、岩手、遅らせる熊本、左足、カウンターからスルーパス、抜け出したのは背番号39に入れていく、危険なゾーンになってきた熊本、オフサイドフラグ上がらない、折り返して最後押し込んだ高橋、あとは押し込むだけ、黒木公平に足、さあゴールの前ヘディングシュート、決まりました、とコーナーキックから米澤の3試合連続ゴールです。原がクリアしていきましたが、セカンドボールは沼津10番染谷、染谷のクロスヘディングシュート、決まりました、追いついた沼津、ボートコーナーから左サイド染谷へ、染谷のクロスも後藤が合わせました。後藤、菅井、そして福井、前を向いた右足のミドルシュート、決まりました、そのままゴールへ、この位置からの染谷のミドルシュートでした。米澤の PK、 決まりました、落ち着いてゴール左隅に決めました。左サイド中原へ、中原のクロスヘディングシュート、竹本決まりました、逆転、ヘディングシュートを決めました。
今シーズン。その後は JFL の佐川急便東京、左足のシュート、先制は蒲田バーレサルキー、森川優希。ちょっと滑りやすくなってんでしょうか。アートラン抜けてきた、上方陽介どうするか、上方陽介今シーズン初ゴール、上方陽介やっとかっていう、そんな表情。丸岡のクロスふわっとしたボール、ゴールキーパー出にくい、新山翔一、上方決まった、上方陽介いました、上方陽介2点目、逆転に成功。新山翔一もこれはパス、高木は左利き、クロスをシュート打ってきました、こぼれ球右足をシュート、もう一度こぼれ球シュート、決まったのは20歳の林智也、 J 初ゴール。右サイドディフェンス残っています、ヘディングシュート、逆転。セットプレーからディフェンスの選手が多く残っていました。身長187センチ西野隆春のヘディングシュート。あ、元中に入ってシュート、決まった、背番号27林智也2点目。岩本からうまくワンツー、森川、そしてくるっと回って森川、森川から目の前のスペースがあった林智也が走り込んで左足のシュート、いい一覧シュート、シュートブロック、戸中、戸中が決めました、富山が先制、ネットに沈めました。一歩前に出たのはアウェーのカターレ富山です。大谷1対1仕留めるか、決定的2点目、完璧なシュートでした。カターレ富山にとってはどうしても欲しかった追加点がこの時間に決まります。シーナが近づきます、ほとんどゴール前にいます。折り返し、決定的、田中、アウェーで 0-3 カターレ富山。いや高さがあります。さあそして自分で突破していくジョンデルソン、スルーした、酒井のシュート、そしてジョンデルソン、戸建てがよく滑ってシュートブロックしのいだんですが、こぼれたところに年長ゴール、目指せ J 初ゴール、目指せ J3 最年長ゴール。さあクロスはどうだ、ヘディング、下14番の金子、手前に41番阿比子、この14番の金子の絶妙クロス、